によると、かつてリバプールやイングランド代表で活躍していたマイケル・オーエン氏は、ボーンマッセンにおける3のプレーを見て、以下のようなコメントを残したという。信じられない。なんて選手なんだ。素晴らしいフィニッシュだ。それ、後半キックオフ直後のゴールだけではない。今度は2人のディフェンダーの間をすり抜けて、ヘディングシュートからファーに流し込んだ。 試合の流れを変える選手が必要であり、ベンチに振り返って三マが見えたら、手を擦り合わせているに違いない。また同メディアは、マンチェスターシティとリバプールが3の動向を中止と報道。A メディア、旧住民は今月上旬に、ブライトンが三マに契約延長オファーを準備と伝えているが、ビッグクラブからの関心は絶えないようだ。ブライトン所属の日本代表ミッドフィルダーミトマカオルは、 今月24日に行われたプレミアリーグ、イングランド一部、第6節ボーンマス戦で2ゴールをマーク。現地ではミッドフィルダー、遠藤渡るようするリバプールが移籍先候補に上がっているほか、リバプール OB が三笘のプレーを称賛している。今季もブライトンの攻撃陣に欠かせない選手として、好調をキープしている3。